先生、何？占い師にできて、うん、コーチコンサルにできないことってあるんですか？あるよ。え、どんなこと？それはね、人の未来を占うこと、はい、人の未来を占えるんですか？そう、だから最近ね、コーチコンサル、カウンセラーの先生方、はい、かなり受講してるでしょ？はい。どうしてかって、うん、みんな知ってるんです、はい、成功者は時を買ってる。時を買ってる？そう、実はね、成功者って時を買ってるんですよ。はい。例えば、今ほら65型ぐらいの大きなテレビあるでしょ？あれなんて昔2,300もしましたから。今5万ぐらいで買えます。5万で買える。つまり成功者は20年前に今の暮らしをやってる。なるほど。ってことは20年後どんな世界が待ってるかってことを分かってる、はい、だからね、シャンパン開けてバンバン贅沢する人いるでしょ、はい、ああいう人はおそらく一時的な成功者、うんうん、でも成功し続けてる人っていうのは時を買ってる人。なるほど。ですからスマホが変わったらすぐ買えるんだよね、はい、でこういう新しいものを身につけるという習慣、これは贅沢ではないんです、はい、これがね、堅実という。現実。そう。じゃあ開運歴で私たちの未来も分かるんですか？分かる。知りたいです。そう、大体みんなつまずいてるのは、はい、伝達、理解してもらえないとか、はい、自分の思いが届かないとか、はい、営業成績でしょ、うん、だいたいね、この伝達でみんなつまずいてるわけよ。伝達で。そうで、この伝達に来る前に何を準備したか、はい、この準備が分かれば未来分かるよね、うん、だここでうまくいってたら未来もうまくいく。でもうまくいってなかったら未来うまくいかない、はい、どこを修正すればいい？過去でしょ、はい、でこの修正を一つ一つ伝達する。それが我々知る瞬間です。それってどうやって分かるんですか？はい、それはね、カスタマが分かれば分かります。カスタマがどうやって分かるんですか？それは LINE 公式アカウントから申し込んでください。あなたのですね、運気予報をお届けします。